皆さんご機嫌ですか？どうもキボです。みんなに謝んなきゃいけないことがある。9月9日にさ、台風が関東を直撃したよね。あれ俺のせいだわ。いや実はね、100万年に1回の規模の台風が関東、東北、北海道と直撃するはずだったんです。それが自然の摂理なんだけど、さすがに被害が大きすぎると思ってちょっと本気出してこいつを蹴っ飛ばしました。でもね、見てわかる通りちょっとかすっちゃったんだよね。ほんと申し訳ない。でもね、なんとか台風の強さだけはあれでも100分の1に抑えたんだよ。いやー今回はマジ疲れたわ。1999年の7月に地球を滅亡させるはずだった隕石をぶっ壊した時以来だわ、こんなに疲れたのは。というわけで今回はネットにさらされたお姉ちゃんの落書き第2弾いってみましょう。悪徳さん、そんな可愛い顔でガトツしてんじゃねえよ。じゃかじゃかじゃんけんスタート。ありましたね、こんなのも。でもこいつチョキとかパーとか出せんの？ねえねえ、なんだこの可愛い2人、ケチャップが愛くるしいね。いやケチャップやばいやつだった。体液が飛び出てる。出して、たくさん出して。お姉ちゃん、あかんで。女として何か大切なものをなくしてるよ。あ、猫にマヨネーズが見つかった。香取慎吾か。あら、このカッパかわいいくない？なんで顔以外の部分をキモくしたんだよ。働いたら負けだと思うんだ。社畜の俺に全力で謝れ。今日ね、電話のクレーム対応で申し訳ございません、誠に申し訳ございませんって謝ってたんだけど、俺終始真顔だったからね。